竜禅様、魏の全軍が撤退したとの報が入りました。そうか、皆が一丸となって頑張ってくれたおかげだな。こたびの戦は何としても勝たねばなりませんでした。劉備殿亡き後も蜀が健在であることを内外に示す意図があったのです。その思惑通り、我らは一致団結し五方面の攻勢を跳ねのけました。これで蜀の力は世に示され、魏も呉も当分の間は攻めてこないでしょう。ああ、頼もしい皆に支えられて私は幸せだ。これからも仁の世のために働いてほしい。義の信仰はそなたのおかげで無事に食い止められた。次はどうすればいいだろうか。我らは劉備殿、関羽殿、張飛殿を失っても義と真っ向から戦えると示せました。今こそ呉との関係修復を図るべきです。そうか、だが簡単ではなさそうだ。呉は我らと争った相手、私たちの話を聞いてくれるだろうか。聞いていただかなくては我らの描く天下には届かないでしょう。私が呉へ向かいます。直接話せば必ず聞き遂げてもらえましょう。そうか、ならばこたびの件そなたに任せよう。私は何もかもそなたに任せてしまっているな。それが劉備殿より託された私の役目です。仁の世を実現するため何事も厭わずに行わねばなりません。呉との講和はなりました。これで我らは義のみに集中できます。では以前諸葛亮殿がおっしゃっていた北伐を決行されるのでしょうか。いいえ、そのためにはまず孝子の憂いを断つ必要があります。孔明様、それは南のことですね。魏の五方面侵攻の際、南中は蜀に攻めてきました。魏軍は撤退しましたが、南中はまだ対決姿勢を崩していません。後方に憂いを残したままでは万全の体制で魏を攻められません。まずは南中を平定するべきでしょう。わかった、そなたの言う通りにしよう。だが平定といっても武力で抑えては義と変わらぬ。難しいとは思うが、どうか仁の志を忘れずにいてほしい。承知いたしました。南中は多くの部族が手を取り合い共存している地域です。彼らを束ねる長孟獲を倒すことが今回の戦の目的となります。しかしただ攻めるだけでは彼らを屈服させることはできないでしょう。え、じゃあどうするんですか。南中の民は敵する相手ではなく共に手を取り合うべき相手。彼らを屈服させずに臣服させるのです。そのためには
心を責めなくてはなりません。心を責める策、それは一体？敵の心を責め、戦う気をそぐのです。我らが勝てない相手だと分かれば、降伏を促すことができるでしょう。決して一息には攻め込まず、徐々に敵本陣へと攻めてください。ええ、義と戦うには南中との融和が不可欠。大王孟獲と手を組まねばなりません。大王を振幅させるまで何度でも戦い、蜀の強さを示しましょう。南中特有の投降兵は強敵です。攻略には相手を知る必要があるのですが、その調査に出た理解が戻りません。探してきていただけないでしょうか。南中の兵は天枠苦戦しております。どうか奴らを撃退していただけませんか。わしらの土地を荒らす奴は許さねえ。みんなまとめて追い払ってやる。今回はこのぐらいにしておいてやる。次は絶対に追い払ってやるからな。敵将を討ち取ったり。本当に助かりました。これで投降兵の情報をお伝えできます。奴らの鎧は非常に硬い反面燃えやすい。攻撃に火を用いればたやすく破れそうです。我らは孟獲殿につくと決めたのだ。王職には戻らぬ。覚悟してもらおう。皇帝はわしらの家族だ。手出しするんじゃねえ。敵の狙いはこの地と見る。者ども、守備を固めよう。今だ。食らえ。情けねえ。家族を守ってやれなかった。敵将討ち取ったり。廃止のため戦い抜く。申し訳ありませんでした。王職を裏切らないので許してください。南中の毒沼にはご注意を。入るだけで徐々に体力を奪われます。南中には毒を無効化できる忍者もいるとか。
お困りの際は探してみてはいかがでしょう。この先にいる投降兵の弱点は人のこと。ヒヤを作れば容易に破れるでしょう。ヒヤを大量に作るには材料が必要です。急ぎ集めなければなりませんね。矢なら余っています。よろしければお持ちください。あの、油なら持っていますが必要でしょうか。火矢を大量に作ることができました。これで投降兵にも対抗できるはずです。南中兵の戦意を削ぐには最新兵器のトラ戦車が有効と見ました。トラ戦車隊を県内まで進ませます。道中襲われないよう護衛が必要ですね。見たことないとな。捕まえて見せ物にしてやる。なんだあのトラ、放っておいたらヤバそうだ。大使のため戦い抜く。投降兵は刀も矢も通さず水にも強い。貴様らの命もここまでだ。仲間が頑張って戦ってんだ。わしも負けてられねえ。様からいただいたヒアを放て。鎧が鎧が燃えちまう。守ってやれなかった。コツコツコツ。すまねえ。投降兵がやられちまうとは。畜生。これが職軍の力か。さあ、そろそろ出発。とりあえず大事なとこを狙う感じで。大使のため。戦い抜く。やっぱり強い。すごいんですけど。県内付近には毒沼が多数あります。入れば体力を奪われるでしょう。とある忍者が万願家に住んでいます。彼なら
毒沼の対処法を知っているかも。何？毒沼の対処法を知りたいと。では毒性を薄める薬を一人分お渡ししよう。もっと欲しければ出し代用に頼むといい。奴の薬なら毒を無効にできるだろう。よし、成功したぞ。進軍したいのは山々だが、毒沼があって前に進めない。南中の兵は毒沼を平気で歩いていますね。指揮官が何か秘密を握っているのでは。南中はわしら家族の庭だ。よそ者がうろうろすんじゃねえ。よし、ここで防御体制を取るのだ。今だ。スライド。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。畜生、人で岩を荒らしやがって。必ずつまみ出してやるからな。まさか毒沼を越えてくるとはな。お前たちの命運もここまで。参った。それをやるから許してくれ。敵将討ち取ったり。廃止のため戦い抜く。とっちめた出汁大王から薬をもらったぜ。毒を無効化するすげえ奴らしい。おお、これで毒沼も安心して渡れるな。早速みんなに配れ。おい、墨禄大王の獣に何しやがれ。奴が大切に育ててんだ。勝手はさせねえ。言うとならん。せいや。おめえの獣を守れなかった。敵将討ち取ったり。その勢い誰にも止められますまい。よかった、猛獣が逃げていきます。これで戦わずに済みますね。猛獣どもが逃げただと。弱ったな。早く探しに行かねえと。よし、成功したぞ。そうよ、進め。諸軍の奴らを踏み潰すんだ。なんだあんな生き物見たことないぞ。
どうもわしの可愛い家族だ。傷一つつけさせやしねえぞ。狙いはあの地だ。みんな行こう。もう象たちは守れねえ。どうか無事でいてくれ。敵将撃ち取ったり。秘伝のご活躍お見事です。食らえ。狙いはあの地だ。みんな行こう。ユートマン。これ以上やられるとゾウが傷つく。みんな撤退だ。廃止のため戦い抜く。やっぱり強い。すごいんですけど。あんたらの仲間は私が捕まえたよ。返してほしければ今すぐ国に帰んな。面目で人質になっちまった。どうか助けてくれ。他の奴らはわしが引き受ける。ふっ、うわ、ユートならん。臭いね。ここら辺狙われてないかい。あたしらが守っておくよ。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。母ちゃんにいいとこ見せるつもりが情けねえ。本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。こんなで本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。こんなで本当は使いたくないけどね。家族を守るためなら容赦しないよ。今だ。この女は本気だ。なんとかしてくれ。やれやれ、負けちまったよ。こんな作戦柄じゃなかったね。地を制することが戦のコツよ。敵拠点を攻め我らのものとするぞ。廃止のため戦い抜く。秘伝のご活躍お見事です。
度やっても勝てねえ。わしは諸君の奴らにはかなわねえのか。敵の狙いはこの地と見た。者ども守備を固めよう。ダメだ、どうあがいても勝てねえ。おめえたちの勝ちだ。貴様、ようやく大王を臣服させられましたか。これで南中との融和はなりそうですね。南中王よ、よくぞ降伏してくれました。ここまでやられちゃ負けを認めるほかねえだろ。さあ煮るなり焼くなり好きにしな。私たちの望むものはあなたの首でもこの地でもありません。南中の皆さんとの共存です。どうか私たちと手を取り合い仁の世を築く手伝いをしてもらえませんか。仁の世？なんだそりゃ。私たちは劉備殿の志を遂げるために戦っています。皆が笑い弱い者が泣かない天下のために。へっ、夢みたいなこと言いやがって。だがよ、みんなが笑う世の中ってのはわしら家族も望むところだぜ。ってことはおめえらもわしの家族同然だな。ええ、私たちは家族です。ガッハッハッハ、気に入ったぜ。家族になっためでてえ日だ。母ちゃんの料理をたらふく食っていきな。奥方のお料理大変興味深いですね。ぜひごちそうになりたいです。おう、腹いっぱい食ってきな。わしの母ちゃんの料理はうめえぞ。みんな無事に南中を平定できたようだな。諸葛亮、この後はどうすればよい。皇庫の憂いは立ちました。これより魏に攻め込みます。いよいよ始まるのですね。魏の五方面作戦は食い止めることができました。ですがこちらが攻めるとなれば魏も必死となりましょう。我らは総力を持って攻めねばなりません。また厳しい戦となるのだな。将兵皆、戦う準備も覚悟もできております。竜禅様、いつでも号令をお出しください。ああ、その前に諸葛亮、趙雲、一つ聞かせてくれ。魏と戦って我らは勝てるのだろうか。竜禅様、魏は屈強な兵を揃えています。ですがそれは我らとて同じこと。この趙子龍の槍で必ずや諸君に勝利をもたらしましょう。勝たねばなりません。劉備殿や散っていった者たちのためにも。ええ、趙雲の鮮やかな活躍により南中は平定された。皇庫の憂いがなくなった諸君はいよいよ北伐の準備を始める。長範教では劉備の子の後、後の劉禅を100万の大軍から救出。その後も劉備を支え続けた英雄趙雲。北伐でもまた彼の力は必要とされていた。趙雲はその時に備えつつ時代の若者たちを鍛え上げる。
今度は私が。ちい兄上、負けちゃったみたいです。兄上も不甲斐ない。仕方あるまい。趙雲が強すぎるのだ。私が幼き後の頃からそれは変わらぬ。さあ、次は龍禅様の番です。こういうところも変わらぬ。劉備殿の大使を皆で成し遂げるためです。さあ、参りましょう。